はい、皆さんどうもこんにちは、クロロです。はい、今回は効率よく経験飴を大量にゲットできるレイドの紹介をしていきたいと思います。でその方法っていうのがラッキーとかハピナスを倒すっていうね、単純なことなんですけども、これかなりバカにできないくらい大量に経験飴をもらえるのでおすすめでございます。でまずですね、ラッキーのレイドの巣穴の場所はどこかっていうと、こちらね、鍛錬平原というところにね飛んでください。はい、空を飛ぶしたらこの人の目の前に行きます。掘り出し親父の前に到着します。でこっから自転車でまあ、まっすぐ行きます。こういう風にまっすぐ進んでいって、よいしょ、ここです。すぐ右のここ分かりましたかね。そう、もう一度言いますね。ちょっと重いですけれども、まずね、空を飛ぼうしたらここの目の前に到着します。で振り返ってまっすぐ行きます。振り返ってまっすぐ行ってもらって、すぐ右手にサーナがありますので、この岩を右手に見て、そばの巣穴にこちらですね、ラッキーの姿が見えます。では早速ね、挑んでいきたいと思います。さあ、どうでしょうか。はい、出ました、ラッキーはい、ラッキーね、かなり出にくくなっております。私がね、やったのが1ヶ月ぐらいかな、日付を変更しまして出たので、 5% それか 1% ぐらいの確率で出るかなと思います。またね、イベントレートとかの期間中に大量にね、ラッキーが発生するっていうね、イベントがあると思いますので、まあそちらにかけるか、もしくは日付変更して、このラッキーの巣穴に当てるかですね。さあ、倒していきましょう。はい、倒しましたね、ラッキー。で、こちら、経験飴 XS が3個、S が3個、M が3個、L が5個、ダイマックス飴、鎧鉱石、不思議な飴3個、という風にね、かなり美味しくなっております。経験飴とか鎧鉱石が欲しい方は、ラッキーのレイドを回りましょう。はい、ちなみにですね、こちら、普通の柱の状態なんですけども、太い柱の時は、ハピナスも出ます。ですが、ラッキーとハピナスで、報酬の差はあまりないです。ですので、わざわざハピナスを狙って出す必要ないかなと思います。それでは、こちらの動画、少しでもいいねと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でまた会いましょう。またな。